あれ、なんだかあなた、すごく美味しそうだね。お、おい、なんだよ、そんな目は。俺は食べ物じゃないぞ。お腹空いて我慢の限界だにゃ。はい、いただきまーす。こん、バクバクの実、ミステリー案内人です。おー、もぐ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 、優勝は僕のものだ。バクバク、負けないぞ。まさか大食い大会であの二人が残るなんて予想外すぎたわね。これは面白くなってきたわ。闇の世界は常に住人の皆さんのためにイベントを開催しているんですが、大食い大会は鉄板で盛り上がるんですよね。私はそこまで食欲が旺盛ではないので見ている専門ですけども、でも皆さん、体調によって急に食欲が増す日ってありませんか？今日はそんな食欲に関するお話です。それではどうぞ。疲れた。ただいま。ガーナ、おかえり。どうやら今回の仕事は大変だったようだね。そうだよ、もうくったくた。彼女は殺し屋のガーナ・アルカラム。兄のカカオは休日で優雅にチョコを食べているようですが、ガーナは仕事だったようです。晩ご飯の時間はまだ先だけど、お腹空いちゃったな。僕のチョコを食べるかい？今日はチョコフェスに行ってきたから、たくさんの高級チョコがあるよ。うわ、美味しそう。って、ダメダメ、間食でチョコなんて食べたら太っちゃうよ。別に少しくらい気にしなくていいだろ。太って体重が重くなった方がパンチ力も上がるよ。レディはちょっと太るだけでも気にするの。最近太り気味だし気をつけないとだにゃ。男性からもモテたいしね。細すぎるよりも健康的な標準体型の方が男性受けはいいと思うけどね。ああ、もううるさいにゃ。レディは可愛く細くいたいの。男のお兄ちゃんにはわからないんだよ。好きなものを食べず我慢してまで細くなりたいとは、確かに僕には乙女心は理解できないよ。このチョコ美味しい。見ていたら食べたくなるから自分の部屋に行ってくる。ああ、お兄ちゃんのチョコ美味しそうだったな。好きなだけ食べても太らない薬とかあったらいいのに。って、あった！即購入だにゃ。ガーナは太らずに食べたいものを食べたいという欲望から怪しい薬を購入したのでした。オムライス美味しかった。ごちそうさま。このチョコも美味しいね。あ、お兄ちゃん、私にもそのチョコちょうだい。たくさんあるから別にいいよ。でも太りたくないから食べないって昨日は言っていなかったかい？いひひ、大丈夫だよ。だってさっき食べても太らない薬を飲んだからね。それはダークウェブで見つけたのかい？また怪しいものを買ったね。信頼できない闇市場での取引だし、本当に効果があるかなんてわからないだろうに。大丈夫大丈夫、だって好きなものを好きなだけ食べたいんだもん。チョコいただきます。どうぞ。この時のガーナはその薬が好きなだけ食べても太らない薬ではないと気づいていなかったのです。美味しい。あー、これも美味しいにゃ。これも食べよっと。ちょっとガーナ、さすがに食べ過ぎだよ。別にいいでしょ、細すぎるよりも健康的な標準体型の方が男性受けはいいって言ってたじゃん。てか薬も飲んでるし太ることはないから大丈夫。そういう問題じゃない。そのスピードで食べていたら僕が買ってきたチョコが全部なくなるだろ。だって美味しくて止まらないんだもん。美味しい。どうなってるんだって、これは。お兄ちゃんどうしたの？うわあ、このチョコも美味しい。ガーナ、よく見るんだ。この薬の箱には食欲が3000倍になる薬って書いているよ。え？え？カカオの言葉でチョコを爆食いしていたガーナもやっと我に返りました。そんな、あの業者、
発送する薬を間違えたんだにゃー。だから言ったじゃないか、闇市場は信頼できないんだよ。昔姉さんがネットで購入した武器が偽物だったとかあっただろ。それと一緒だよ。太らないと思ったからたくさん食べたのに太っちゃうじゃん。しかも効果は1週間も続くと説明書に書いているね。これは残念、逆に太ることになりそうだ。最悪だにゃ。てか食欲が止まらない。ガーナ何をするんだ。美味しい、すべての食べ物が美味しいにゃ。これは愚かな姿で面白いね。まるで動物じゃないか。ガーナは食欲を抑えることができず、冷蔵庫にあるものをすべて食べて空っぽにしてしまったのです。お腹が痛いにゃ。バカだね。人間の胃の大きさにも限界はあるんだ。そんな大量に食べたら胃や食道が炎症を起こすに決まっているだろう。トイレ。見ている分には面白いね。いろいろとすっきりしたにゃ。食欲はどうだい。爆食いしたからか、食欲も少しは収まったかも。ちょっと一眠りでもしようかな。ガーナ、何を言っているんだい。僕のチョコを全部食べて、冷蔵庫の中も空っぽ。今すぐスーパーに行って補充しないとお仕置きだよ。ガーナな、それは確かに私の責任だにゃ。わかったよ。こうしてスーパーに向かうことになりましたが、今のガーナにとってスーパーは地獄でした。全部が美味しそう、食べたい。この果物を…危ない、泥棒さんになっちゃう。スーパーには美味しそうな食材やお惣菜がたくさんあるため、ガーナは食欲を抑えるのが大変だったのです。試食はどうですか？美味しいですよ。あ、試食なら食べても問題なし。それもらうにゃ。ああ、どうぞどうぞ。おいしい。肉目ももらうね。え？うわあ、いけないこととわかっているのに試食が止まらないにゃ。ちょっとお客さん、さすがに食べ過ぎですよ。だって止まらないんだもん。ガーナは我慢できずに試食を全部一人で食べ、スーパーに迷惑をかけてしまいました。試食を全部食べてスーパーを出禁にされちゃったにゃ。でもまだまだ食欲が収まらない。あ、定食屋さん発見。ご飯おかわりし放題は最高だにゃ。姉ちゃん、いい食いっぷりだな。たくさん食べるんだぞ。やった。その後もガーナは定食屋さんでおかわり自由のご飯をたくさん食べて食欲を抑えようとしましたが、え、おかわり自由のご飯が空っぽだよ。みんなが食べてなくなったんだね。大将、すぐに新しいご飯を補充して。あのな、え、おかわり自由だとしても限度があるだろうが。食べたのはほとんどお前一人だってな。そうなの。無意識だったにゃ。ごめんなさい。ガーナは定食屋さんにあるお米も全部食べてしまい、また迷惑をかけてしまったのです。もうお前が食う飯はない。今すぐこの店から出ていけ。そんな。あ、お兄さん、ラーメン食べ終わったの？よかったらその残ったスープ飲ませてくれない？いい加減にしろ！にゃあ！追い出されちゃったにゃ。あ、てか、トイレ！その後もガーナは食べてはトイレに行くを繰り返して食欲を抑えようと頑張ったのでした。ただいまー。ああ、ガーナお帰り。って、その姿はなんだい？どうしたの？って、なにこれ！いつの間にかデブになってるじゃん。食欲を抑えられなくて外で爆食いしてきたんだろ。その結果デブになったんだ。そんにゃー。でも食欲が止まらないんだもん。今すぐにでも何か食べ物が欲しい。ガーナが僕のチョコと冷蔵庫の中のものを全部食べたから家には何もないよ。だから買い物に行かせたんだ。
あ、買い物するの忘れてたにゃ。まだまだ食欲が収まらないし、今すぐスーパーに行ってくる。ガーナ、待ちなさい。あ、お母さん、助けてよ。変な薬を飲んじゃって食欲が3000倍になったの。事情は全てわかっているわ。楽して痩せようと考えて変な薬を購入したガーナの自業自得ね。母さんの言う通りだね。そんな、でも食欲が収まらないし、まだまだ舐めたいんだよ。暇をしていると食欲も我慢ができないんでしょ。だからあなたに新しい仕事を任せるわ。なるほど。仕事に集中していたら食欲も少しはマシになるだろうしね。確かに一理あるかも。わかったにゃ。私はガーナが飲んだ薬について調べておくわ。食欲のことは一度忘れて早く行ってきなさい。こうしてガーナはお母さんの指示もあり、食欲を我慢しつつ仕事へと向かったのです。見つけたにゃ、ターゲットの殺人鬼。誰だこのデブ女は。デブって言わないでよ。今諸事情によって食欲が爆発してるんだから仕方ないでしょ。さっきターゲットって言っていたな。俺のことを狙いに来た殺し屋だろうが、お前みたいなデブに負けるわけないだろうが。あにゃ、なんだ、お腹がぽよんとして手応えがない。イエイ、うわっ、今の力は何だにゃ。もしかしてお兄ちゃんが言っていた通り、体重が重くなったからパンチ力も上がったの。デブだからと舐められていましたが、ターゲットの男を1回のパンチだけで倒せたガーナ。うー、それにしてもお腹が減ったにゃ。何か食べ物って、ここは森だから何もないじゃん。ですがガーナにとってはターゲットを倒すことより何か食べることの方が優先度が高かったのです。うけけ、雑草は美味しくないし食欲も満たされない。うーん、お腹すいたよ。今すぐに何か食べないと頭がおかしくなっちゃう。うわ、まだターゲットが生きていたにゃ。うーん、お腹はすいてるけど、ターゲットはちゃんと倒さないとお母さんに怒られるし。逃げないと。誰か助けて。あれ、なんだかあなたすごく美味しそうだね。おい、なんだよ、俺は食べ物じゃないぞ。お腹すいて我慢の限界だにゃ。いただきまーす。うわー、ガーナ遅いね。食欲が爆発して仕事中に何か食べ始めているんじゃないかい。そんなことをしたらターゲットに返り討ちにされるわ。食欲が3000倍だとしても、さすがに自分の命を優先するでしょう。だといいけどね。で、これは何だい。これは森の中で全身の血が抜かれた男の死体が発見されました。現在警察が犯人を捜索中です。母さん、この死体って間違いない。ガーナに任せたターゲットだわ。一体どうしてこんな殺し方をしたのかしら。食欲が抑えられなくなったから血を飲み干したとか。速報です。現在街では突然血を吸われたという被害も多発しております。こちら通行人の女性が襲われた後の監視カメラ映像です。ぐるい、あれはガーナ？でも明らかに様子がおかしかったよ。まるで怪物じゃないか。ガーナが飲んだ薬の影響なのは確かね。カカオ、すぐにガーナを捕まえてきてちょうだい。私は引き続き薬について調べるわ。わかったよ。食欲が3000倍になったガーナが暴走を始めたので、カカオはすぐにガーナを探しに行ったのでした。血が美味しいにゃ。ガーナ、見つけたよ。あれ、お兄ちゃん、どうしてここに。ニュースで見てやってきたんだ。それはホームレスの死体だね。どうして血なんて飲んでるんだ。うるさいにゃ。食欲3000倍はどれだけ食べても満たされず、ずっと苦しいだけだった。だけど人間の血を飲んだらその食欲が収まることに気づいたの。
町でも人を襲って血を飲んでいるだろう。殺していないにしてもそれは許されないよ。ふっ、何かしたかにゃ。この力はなんだい。お兄ちゃんなんかに負ける気がしない。力がみなぎるんだにゃ。うわ、いつもなら簡単に勝てるカカオでしたが、その時のガーナはカカオよりもはるかに強くなっていたのです。くそ、どうなっているんだ。あ、母さんから電話だ。もしもし。カカオ、大変なことが分かったわ。ガーナが飲んだ食欲が3000倍になる薬はヴァンパイアになる薬だったのよ。なんだって。ヴァンパイアに必要なのは人間の血。これまでのガーナは人間の血を飲んでいなかったから、代わりに食事で欲望を抑えていたのだけど、ガーナは自分が本当に求めているものに気づいてしまった。なるほど。人間の血を飲むことをきっかけにガーナはヴァンパイアになってしまったんだね。解毒剤をすぐに作るから、それまで耐えてくれる？と言われてもね。お母さんに真実を伝えられたカカオでしたが、ヴァンパイア化したガーナに勝てるイメージができなかったのです。にゃあ！血が飲みたいにゃー。ガーナ、やめろ、離せんだ。そしてヴァンパイア化したガーナに圧倒され、カカオがそのままガーナに血を飲み干されてしまうという時でした。うわぁ！なんだい？眩しい！痛いにゃ！そうか、ヴァンパイアは夜の怪物、太陽の光が弱点なんだね。夜が明けて太陽が昇ったことで、突然ガーナは苦しみ始めたのです。ガーナ、この袋の中に入るんだ。これでなんとかなりそうだね。あとは帰ってから母さんに任せよう。カカオは弱ったガーナを袋に詰めて、そのまま家へと連れ帰ったのでした。あれ、ここは。ガーナ、目覚めたようだね。私、確か人間の血が飲みたくなってお兄ちゃんを襲って。私が開発した解毒剤で体は元に戻したわ。あなたが飲んだ食欲が3000倍になる薬はヴァンパイアになる薬だったの。人間の血を飲まないと、それを抑えるために食欲が3000倍になるという仕組みよ。そうだったの？発想する薬は間違えるし、成分もおかしなものだし、あの薬の販売者は最悪だにゃ。信頼できないダークウェブで薬を買うガーナが悪いよ。自業自得だ。ちなみにガーナが購入した薬の販売者はショコラとビターに調査に行かせたわ。かなり危ない組織だったから、ついでに潰してもらった。それはよかった。よくないよ。ガーナは街行く人を襲って血を飲んだんだ。それ以上に兄である僕を襲ったのも許せないね。カカオの言う通りよ。だからガーナには罰を受けてもらう。え、お仕置きはやだよ。これだね、母さん。それはなんだにゃ。無事に元に戻れたガーナでしたが、この後にはまだまだ過酷な試練が待ち受けていたのでした。ギフ、もう食べられない。どうやら引き分けのようですね。これだけいっぱい食べたんですから立派なものですが。私もダイエット中じゃなければね。あ、そうだ、マイニーさん、飲むだけで痩せられる薬とか魔法で作れないかしら。夢みたいじゃない。こらこら、コツエさん、そんな薬があったとしたらそれは毒です。体の重さは主に脂肪と筋肉の割合が大きいですが、薬を飲むことで体重を落とすということは、強制的に体内の水分や排泄物をひねり出したり、場合によっては嘔吐させるなど強烈な副作用が伴うものなんです。それが本当に痩せ薬だと思いますか？それは案内人さんの言うように毒だわね。でしょ。皆さんもこの世に痩せ薬なんてものはありません。医療が進歩すればそういう薬も出てくるでしょうが、本当に治療が必要なレベル人向けで、標準体重の人が摂取すれば確実に良くない影響が出ます。適切な食事と適切な運動で健康的なダイエットをしていきましょうね。それではバイバイチー。
潰した組織からいろいろと薬のサンプルを奪ってきてね。それをもとに新しい薬を開発してみたの。ヴァンパイアになることで理性を保ちつつも身体能力が向上する薬よ。でもまだ試験段階で効果があるかわからない。だからガーナでテストすることになった。ちょっと待ってよ。さっきまで私はヴァンパイアになって暴れていたんでしょ。ガーナ大丈夫よ。解毒剤もちゃんと作ったし、何かあればすぐに助けるわ。さあガーナ、僕たちに迷惑をかけた分体を張ってもらおうじゃないか。